動かねえ。このままじゃ俺は。こんなことで諦めるなんて、それでも俺の息子かい？四代目、ホカゲ。大きくなったね、ナルト。ナルトって俺の名前、どうして？ん？だって、お前の名前は俺がつけたんだから、せがれなんだし。せがれ？じゃあ、俺ってば。ああ、俺はお前の。父ちゃん。すまなかった。ずっと一人にして大変だったよな。息子のお前に辛い思いばかりさせてしまった俺が父親面して謝るのも違うかな。父ちゃん。でも安心したよ。安心したって？お前がみんなの意志を背負って、俺が期待していたようにまっすぐに育ってくれて。みんなの意志。ああ、こうして見ているだけでわかる。お前の中にはジライア先生やカカシ、三代目様、それに里の人たちの意志が見える。そしてそれをお前はしっかり受け取って進んでるってね。そうかな。昔の俺と同じだよ。父ちゃんと。ああ、俺もいろんな人の意志を、思いを背負っていた。そして大切なものを背負っていた。ナルト、今のお前と同じようにね。願い、理想、夢、俺の背には様々な意志があった。それを叶えるために俺は悩み考えながら、それでも少しずつ前に進んでいた。そして次の世代につなぐために、特に部下の畑かかしや内葉帯人には、忍びにとって大切なものを知ってもらえるよう、何度も拳を通して言葉を交わした。さあ、これから君たちの力を見せてもらおうか。なんでお前なんかと一緒に。足を引っ張んないでちょうだいよ、オビト。てめえ、カカシ！その言葉、そっくりお前に返してやる。戦闘開始。
行くぞ。やるわ。おっ、うわっ、ほらっさん、うっ、あまりね。どっちだよ。俺も逃がさないよ。俺はまだ、チームワークが足りてない。今のままでは君たちは、二人のチームワークに難があることは以前からの課題だった。特にカカシはすでに忍びとしての実力が高いがゆえに、仲間を思う意志が足りなかった。逆にそれが分かればカカシは本当の意味で強くなるだろう。思えば俺自身も先人たちから忍びにとって大切な意志を教えてもらった身だ。特にジライア先生は本当に様々なことを俺に教えてくれた。俺が死の元を離れ独り立ちしても、まるで成長を確認するかのように何度も拳を合わせてくれた。四代目火影の就任が決まり、かすかに不安を感じていたあの時も、おかげの座までついに上り詰めたか、ミナト。俺の力で里を守っていけるでしょうか。不安か。ならば久しぶりに手合わせと行こうか。知った、不安も紛れるだろう。さしずめ、おかげ足りうるかの試験ってとこですね。よろしくお願いします、ジライア先生。戦闘開始。逃がさないよ。Oh!
先生のおかげで心が軽くなった気がします。ジライア先生は不安に駆られる俺のためにわざと負けてくれたのかもしれない。でもおかげで随分と心が軽くなった気がした。確かにほかげという立場は重い責任がつきまとう。だが何事もやってみなければ結果はわからない。それに俺は一人じゃない。死、友人、部下、そして愛する者、俺の周りにはかけがえのない人がたくさんいる。だから俺はおかげとして強くなれるはずだ。俺はおかげの道を歩む覚悟を固めることができた。そしてきっとその覚悟を感じ取ったのだろう。あるとその真意、俺はすでに分かっていた。三代目様、俺と戦う理由は、お前ほどの男ならばもう分かっているだろう。さあ見せてもらおうか。はい。